ーリンレジンです。今回は最近とてもいただく作品が売れないというお悩みについて動画を作ってみました。今もし悩んでいる人がいたら現状を理解し気持ちを切り替えるきっかけになったらと思います。動画を公開している現在の私の状態はこんな感じです。6年前から販売しているので現在も安定してはいるのですが、作家が増える前に始めていたのも大きいかなと思います。ここからはなぜ売れないのか、どうしたら売れるのか、私が売れるためにやっていたことの3つに分けて説明していきたいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。またこの動画はコンサルとかではなくただの考察動画ですのでご了承ください。まず1つ目のこの動画のタイトルにもなっているなぜ売れないのかについてです。これは1、ハンドメイド人口が増加した、2、欲しくなる商品および商品ページを作れていない、3、出品しても見ている人が少ない、この3つが原因だと思っています。売れないわけ1、ハンドメイド人口が増えすぎている。2019年から始まったコロナの影響で作家さんが爆発的に増えたのですが、自分の体感では10倍ぐらいになったかなと思ってます。私はこの状態をよく釣り堀に例えているのですが、これが以前の状態でこれが現在の状態、これだとうまくいかないのは当然ですよね。昔からしている人はベテランなのでうまくできるやり方を知ってたり、もうリピーターさんがいる状態です。この画像を見てもらうと今から始める人がいかに難しいのかが分かっていただけるかなと思います。そしてコロナで作家がめちゃくちゃ増えた理由なんですが、家で趣味としてやってるうちに販売を始めた人、自分や家族の収入が減ったことにより稼ぐために始める人、主にこの2種類になると思うのですが、特に後者の人は注意が必要です。売るのが難しい状況で売ろうと頑張ってしまい、うつ病などになってしまう人が続出しています。今は売るのが難しい状態なので売れないのは当然という考えを持つのが大事だと思っています。稼ぐために始めた人はそろそろ辞めていく時期なので、自分の腕を磨く時期だと思って楽しくハンドメイドができるといいですね。売れないわけに欲しくなる商品ページを作れていない。まず大前提として他人が欲しいと思える作品が作れているかが大事になってきます。これについてはその時売れているものを調査したり、服やバッグに合わせやすいかなどを考える必要があります。ちなみにコマディンレジンの作り方動画は基本的に売れているものを載せているのでおすすめです。ただどれだけ素敵な作品を作ってもなかなか売れないのが現状です。その原因についてここからお話ししていきます。あなたは何か欲しいものがあって検索するときどんなページを開きますか？私は数ある商品のサムネイルの中からまずはパッと見て可愛いなと思ったページを開きます。大体の人がそんな感じで探すと思うのですが、そうなると一番大切なのがサムネイルになる写真です。わかりやすい例を出します。同じ作品をいろいろな撮り方で撮影しました。この中で選ばれやすいのはどの写真だと思いますか？もちろんこちらです。明るくて作品も大きいのでサムネイルにした時目につきやすくなりますね。ネット販売において一番大切なのはズバリ写真です。極端な話、どれだけ素敵な作品を作れても写真がダメだったら売れないし、海外サイトで安く購入したアイテムを綺麗に撮影して10倍以上の価格で販売している方も見えます。そのくらい写真は大切なんですね。売れないわけ3、出品しても見ている人が少ない。作家が10倍になるということはそれだけ出品されているということなので、自分の作品はどんどん埋もれていってしまいます。せっかく素敵な作品を作っても商品ページを十数人しか見ていなかったら購入してもらえる確率は一気に下がります。これについてもここから解説していきます。売れるには写真が一番大事。さっきお話ししたのですが、人は数ある商品の中からサムネイルを見てページを開きます。だったらどんな写真がいいのって思いますよね。ここでは売れやすい写真について解説していきます。個人的に私が一番わかりやすいと思っているのがミンネの特集です。ハンドメイド販売サイトミンネのスタッフさんがおすすめの商品を紹介するページで、サイトに行くと過去の特集を見ることができます。ここに選ばれている写真は全てクオリティが高いです。特徴としては写真が明るく見やすい、背景ボケや小物でおしゃれな雰囲気、また9割くらいは一眼レフで撮影した写真となっています。一眼レフは私も使用しているのですが、アクセサリーのような小物を撮るならマクロレンズがおすすめです。
ただ価格が高いのと撮影技術も必要となってくるので、長期的な販売を考えている人が検討するべきだと思っています。SNS フォロワーさんが1万人以上いる方は一眼使用率がかなり高いです。使えるだけで世界が変わるアイテムなので、目標に設定してみてもいいかもしれませんね。一眼レフを持っていなくても画質のいいスマホを使ったり、明るく編集することで売れやすい写真にすることができます。ここでは iPhone で撮った作品の写真を例にしていきます。まず一番ダメなのが部屋の電気の下で作品を撮ることです。これは実物より劣化して写ってしまっています。照明を工夫したりする手もあるのですが、それでも自然光にはかなわないんじゃないかなと思っています。次が窓際でスマホ撮影して未加工のものです。先ほどよりマシだけど、やっぱり画像が暗いですね。3番目が窓際でスマホ撮影してさらに加工を施したものです。こちらならサムネイルになっても見やすいですよね。加工は iPhone にデフォルトでついている編集機能を使っています。使った編集効果はこちらです。今はどのスマホにも明るくする機能がついていると思います。編集機能がついていない方は画像を明るくできるアプリもあるので調べてみてくださいね。写真をきれいにするだけで売れる確率は一気に上がると思います。気軽にできる方法なのですぐやってみましょう。売れるために商品説明や写真の枚数も大事。商品説明は買うかどうか迷った時によく読まれる場所なので、具体的にすることで購入に結びつけることができます。いろんな角度の写真を載せて実物の雰囲気を伝える、客側を載せてサイズ感を伝える、具体的な特徴を書いて検索に表示されやすくする、サイズをしっかり記載する、この4つを気をつけるようにしています。またメルカリやラクマは売り切れが混ざって見にくくなってしまうので、自分のタグを作って販売中のみを見れるようにしています。勘違いしがち価格設定について、例えば取引を50件している人が取引を1000件している人と同じ価格をつけても売れないのが現状です。ハンドメイド作品においてはその人の実績も重視される傾向にあります。50円違うだけでも売れやすさは変わってくるので、売れない場合は少しずつ変更して試してみましょう。3、売れるため見てくれる人を増やす。出品しても自分の作品が埋もれてしまうと先ほど説明しました。例えばピアスを検索した時、だいたいどのサイトもおすすめ順に作品が表示されます。この順番はお気に入り数が多かったり、たくさん販売をしている人が優先されやすく、作家歴が長い人でないと上位に行くのはなかなか難しいです。ということで狙うのは新着順の検索結果です。具体的に言うと、作品をこまめに再出品するのが大切になってきます。出品してすぐは新着順の上の方に表示され、人の目にもつきやすくなりますが、しばらくするとあっという間に埋もれてしまいます。なので最低でも 2,3 日に1回出品をし直すのがおすすめです。これはコメントで教えていただいたのですが、メルカリやラクマはすでに出品した商品の価格を一度高く設定し、その後元の価格に戻すことで新着に表示し直すことができるそうです。それだといいねの数も維持できて楽ですね。ただこの出品し直しなのですが、フリマアプリの特にメルカリでは困った仕様があります。県外飛ばしに注意。短時間に商品の削除再出品を繰り返すとロボット扱いされて県外飛ばしになってしまいます。県外飛ばしというのは自分の商品が一切検索欄に表示されない状態で、自分のプロフィール画面でしか商品が表示されません。これについては常に仕様が変わっているようなので、 YouTube や Google で検索して最近アップロードされている動画を参考にするといいと思います。2,3 日売れなかったら新着に上げ直すという感じなら安全かなと思うのですが、詳しい方やおすすめの方法がある方はぜひコメント欄で教えてくださいね。またいろいろな販売サイト、アプリがあるので、どれがいいですかと聞かれることが多いのですが、個人的には全てやるのがおすすめです。私は現在4つサイトを利用しているのですが、全て客層は違います。ただ一点物などで同時に出品できない場合は、似たような作品が過去に売れたアプリで出品するようにしています。とにかくいろんな人の目につくようにまめに努力するのが大事だと思っています。頑張りましょう。ここからは私が売れるために実際に工夫していたことを次々と紹介していきます。2017年8月作家デビュー、ほぼ原価で販売。私は最初メルカリで販売を始めたのですが、この頃の目標は売り上げではなく取引件数を増やして作家としての実績を増やすことだったので、利益を考えずかなり安い金額で出品していました。毎日5、6点売れている感じで、おかげで取引件数もフォロワーさんもどんどん増えていきました。
3ヶ月後個人事業主になる、インスタグラムを作る、毎月プレゼント企画をして3、4名様に作品を無料でプレゼントしていました。この企画は1月も欠かさず継続して5年目に目標だった第100回に到達し終了しました。現在は YouTube ライブでプレゼント企画を行っていますので、見かけた方はぜひご参加ください。この企画でもかなりフォロワーさんが増えたし、プレゼント企画が当たった方がリピート購入してくれることもたくさんありました。この頃は月300点ほど販売し、利益もどんどん増えている状態だったのですが、睡眠時間が3時間ぐらいだったので病院送りになってしまいました。ここから価格を適正に戻していきたかったので、 SNS で購入者さんを探すために他のことを始めます。とにかくいいねを頑張っていた。ここからインスタフォロワーさんが1万人になるまで私が頑張っていたのは、いいね返し、いいね巡りです。いいねを押すことについてはよくコンサル業界の人がやっちゃダメと言っているのですが、私の場合はめちゃくちゃ効果がありました。いつもいいね返しに来てくれるからと言って買ってくれた人もかなり多かったです。また新しい方にいいね巡りする際心がけていたのは、購入してくれる層にアピールをすることです。主に巡っていたタグは子育て主婦層やおしゃれな人が使うタグでした。作家さんにありがちなハンドメイド関係のタグにいいねをする行為は、ハンドメイド仲間は増えるのですが、自分で作れる人ばかりなので売り上げには全くつながらないんじゃないかなと思っています。シガンデフの導入、インスタのフォロワーさんが爆発的に増え、うまく撮れる作品はやっぱりよく売れるなぁと実感しました。この頃はリールを作り始め、ハンドメイドの作り方も載せるようになったので、フォロワーさんが増える速度が加速し始めました。価格設定に気を使う。今までは自分の作品と類似のものをそれぞれの SNS で検索し、いろんな人の価格帯をチェックした上で中間ぐらいの価格をつけていました。現在はすぐ完売するようになり、自分の腕も上がったことで妥当な価格設定を模索しているところです。ということで、今回の動画はここまでです。この動画はすごく出すか迷ったのですが、本当に今悩んでいる方が多いので、少しでも気持ちが楽になって楽しくハンドメイドできるといいなという気持ちで作りました。もし参考になったよと思ったら、いいねやコメントいただけるととっても励みになります。それではここまで見てくださり本当にありがとうございました。